の企画は7月に入りセールアイテムが出てきてると思うんですけども、その中で私たちが選ぶセールおすすめアイテムをご紹介します。イエーイ。早いね、もうセールなんだね。そうなんですよ、もうね7月に入っちゃいましたから、うん、もう皆さん多分目星つけてるアイテムもいくつかあるかなって思うので、うん、うね、まあ、私たち的おすすめアイテムそれぞれ3つね、うん、今回持ってきたのと、まあ、あとはちょっとセールで買う時に気をつけてることとかなんかあったらお伝えいただきたいです。はい、それではこんな感じでご紹介していきます。ではレッツゴー。はい、ということでまず私からもうちょっとウィッシュリストみたいなもんですね、うん、確かに、はい、3点持ってきたんですけども、はい、まあ、まずは着てきたやつからいっちゃいますかね。おサロペットです、うん、好きね、サロペット、ね、今年はもうサロペット欲が止まらない、うん、止まらない、はい、多分この SS 入ってずっと言ってきてるんですけども、うん、やっぱ引き続き着たいですし、うん、まあ、7月ってまだ暑さも序の口じゃないですか正直、うんうん、これからうわ怖いよもうドドンって来るんですよ、暑さ。怖いよ。ってなった時に、やっぱ涼しく過ごせるの大事なので、うん、なんか素材感がめちゃめちゃ薄手で、うん、なんていうんだ、サラッとしてるんですよ、素材が、うんうんうん。なので、なんか着てて蒸れる感じが全くしないので、うんうん、もう夏1枚これ着たいなって思って持ってきました。うん、上の方が、もう、インナー、あの、裏地がついてないんですよ、こんな感じで。わっ、本当だ、かわいい。しかもドッキングされてるので、うん、なんかそのまま1枚着るだけでもおしゃれに見えちゃう、うん、あとポッケとかもね、こんな感じで、あ、ありがとうございますよ。ポッケあるんだしかも縦長、そう、深めなので、うん、携帯も入るし、でもおしゃれなデザインの感じがあるので、うん、すごいこなれて見える感じがかわいいなと思って選びました。いいっすね、はい、下のね、ペチも結構長めに、うん、この辺、膝下ぐらいまでついてるので、うん、もう楽に可愛くがかなっちゃいます、皆さんおすすめです。可愛い。あ、でもセールで買う時も値段を気にしないことがやっぱ一番大事ですよね、きっと、うん、買う時、うん、個人的にはやっぱそこ値段で買う理由になっちゃうとやっぱ着回せなかったりとか、うん、あんまり使わなくなっちゃうことが個人的には多いなって思ったので、うんうん、やっぱ一番見てときめく可愛いと思ったもの、本当に欲しいもの、そう、ファーストインプレッション大事に見ていただけると嬉しいですね。じゃあどんどんいきますよ、はい、2つ目やっぱね、買い足しの定番といえばトップスと思って、あと2つはトップスを今回持ってきたんですけども、うん、こちらはミスティックのノースリーブのニットとリボンのニットがセットになったサマーニットのトップスになっております、うん、これで、ね、もうルックからずっとご紹介しててずっと推しアイテムなので、ね、もし持ってない人がねいれば今このチャンスおすすめですということで持ってきたんですけども、もうこれは、まあ、まず別々でね使えちゃいます。そうだね、うん、もうだから持ってるものとも多分ベーシックなので合わせやすいかなって思って、うん、確かに持ってきました。しかもこのノースリーブもこの肩がちょっと隠れるぐらいの長さになってるので、うん、そう、嬉しい。そう、腕がもう綺麗に見えてくれます、うん、で個人的に私がしたいのはもう夏このキャミ1枚でなんか次は着たいなって思って今回持ってきました、うんうんうん、めっちゃ可愛い。そう、この合わせ、これセットで着るのに、まあ、私はもう結構着てきたので、うん、ちょっと飽きちゃってるとこがあるので、なんかこれにもうデニムとかで着ちゃって も、はいはい、もう真夏っぽくて可愛いかなと思って1枚で行きたいなと思ってます、うん、そっちの方が取り入れやすいかも。あ、本当ですか？うん、なんかセットで着ると結構カラー強くなる。確かに確かに。そう、容量的にこれだけだとすごい挑戦しやすそう。セールだから買えそうね。そう、なんかカラーものとか、うん、特にやっぱ挑戦しにくいじゃないですか、うん、普段、うん、セールとかで取り入れるときっと、うん、まあ日頃にも、日頃じゃないや、これからにも生きてくるかなって思うので、ぜひ生きてきます。から教訓みたいな感じになっておすすめかなって思います。ゆずっぽい、うん、そう、これは本当ゆずですね、きっとゆずになれますよ、皆さん、なりたい方ぜひ個人的に色のおすすめはブルーかなって思うんですけども、お二人は何色がいいとかあります？あの、私爆買いで実は黒買ってます。あ、そっか、そうですね。なんでマコスさん黒だ。そう、モードとか、うん、カジュアルとか好きな方は黒を持ってるとだいぶ使えそう、うん、そう、なんかリボンここってなんかやっぱね甘く見えがちなんですけど、
黒は全然大丈夫です。まあ、誤算でもいけちゃった、うん、全然いけます。それはいいです、ね、うん、嬉しい。あとなんかお持ちのものとかでね、こう合わせても可愛いですよね。 T シャツとかで、ですね、この間 T シャツの動画でこれそう、あ、着てましたっけ、うんうん、あ、その時ベアにしましたね。そう、ベアにして中にしてこうやって着てました。そういうこともできるんだね。意外とこう落ちなかったので、まあ、T シャツとの多分相性もちょっとあるかなとは思うんですけど、そんな落ちなかったので、うん、ベアで着てもいいんだ、可愛い、使えそうだなって思いました、うん、はい、では3つ目はこちらですね。なんだ、うん、これもまたセットアイテムになっちゃうんですけども、かわいいこれ、じゃん、これはチコのチュールビシェと T シャツのセットになってます、うんうん、かわいい。なんか今期やっぱチュールアイテム、うん、やっぱ多かったかなって思うんですけども、なんか意外とまだ買ってない人多いかなって個人的に思ってて、うん、確かに。だからこういったアイテム良さそうなのと、うん、これ形がまずねめっちゃ可愛いじゃないですか。可愛い、女性らしい。そう、よく見るとなんかキラッとする、そう、キラッとした感じが夏に着たいなって思ってこれ持ってきました。いいね。そう、しかもこのなんか胸下とかにラインがくるので、うん、めちゃめちゃスタイルアップができそうと思いました。これはこれにもベーシックにデニム着てもいいし、うん、ちょっとこういう素材感あるパンツとか合わせてもなんか意外と喧嘩もしないので、うん、こういった感じで着ても相性が良さそうって思いました。可愛い、めっちゃ。あとはなんかナナミンさんとかだったらキャミワンピとかにこういうの重ねても着てそう。うん、いや、そう、私もやってそう、ね、そう、キャミワンピに重ねたいなと思っちゃった。あ、本当ですか、うん、買っちゃいましたね。そういった感じとかでもね、うん、こうで楽しめそうだったので、うん、こういったアイテムいいなって思いました。いいね。なんかタンクもね、すごい使えそう。あ、こっちね、確かに、うん、これ1枚でも全然、なんかマコスさんとかそれこそこういうのあったら絶対使えますからね。着丈がやっぱ、ね、短めでいいよね。なんかやっぱ夏ってタックインすると暑いんから、そう、ここね、暑いんですよね。アウトで着たくなるから夏は、うん、めっちゃいい、さらっと着ても、うんうん、って感じで、私はこの3つを持ってきました。おー、着回し重視だね。そうですね、確かに、うん、着回しがめっちゃ効きそう、うんうんうん、今聞いただけでなんめっちゃコーデ浮かぶ、ね、よね。なんかやっぱそれも大事ですよね。コーデやっぱ浮かばないと結局着れなかったりも ねすると思うので、うん、といった感じで私のセールおすすめ3つアイテムでした。イエーイ。では続いて、はい、ということで私のセールアイテムおすすめ3選ということで、はい、紹介していきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。まず、はい、1個目は私が着ているこちらのビスチェですね。ありがとうございます。かわいい。これディスコートのビスチェになるんですが、うんうん、はい、ちょっと珍しい、私にしては。確かに、私も思いました。で、さっきゆずも言ってたけど、なんかセールって、まあ、お得に買えるじゃん、うん、お値段がね、うん、そういう時にやっぱりちょっと挑戦したいんだけど、うん、手出してこなかった、うん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 、っていうので、ちょっとじゃあこのお値段だったら買ってみようみたいな感じになるっていうので1個、うん、こちらのビスチェを、うん、チャレンジアイテム、そういい、ね、チャレンジアイテムでございます。このね、ストライプの柄が、あら、かわいい。そう、なんかね、スラックスの感じと、そう、似てるから、確かに結構ね、大人見えするアイテムだなと思ってて、うんうんうん、で、ちょっとね、シルエットがこう、あ、ほんとだ、ウエスト、そう、ウエストがね、キュッとなってる、めっちゃかわいい、ふわっふわみたいな、うん、感じになってるから、これも女性らしくって大人っぽくてかわいいな、これを選んだんですが、かわいい。やっぱね、私もセールアイテム選ぶときは、まあチャレンジっていうのもあるけど、うんうんうん、汎用性で選びます。汎用性です。なので、まあ、この場面にこれ使えるかな、この場面にもこれ使えるかなっていうのが結構大事になってくるので、確かに、そう、それのプラスワンアイテムとして、おー、そう、なんでこれは今、まあ、真夏に近づくにつれてやっぱノースリーブ、タンクとかが増えてくると思うんですけど、うんうんうん、それのレイヤードとして使えるし、今後そう、秋冬になった時にこれ素材がスラックスの素材みたいな感じなので、素材的にも秋冬のシャツとか、それこそなんかジャケットのなんかインナーみたいな感じでも使えるから、
あ、これめっちゃ秋冬まで使えそうだなって、うん、使えそう。そう、シャツに、ね、まさにじゃん。これでもいけるなって。シャツにもすごい合わせやすい、可愛い、うんうん、なって思いました。タートルニットとかにね合わせるといけるから、ね、確かに真冬でもいけそうだなって思いました。そうそうそう、オールシーズン着れちゃう、うんうん、はい、一着目、ね、ビスコートのビッチェでした。やっぱビッチェ、セールで買い足しちゃうのかな、うん。いやでもね、レイヤードアイテムって欲しくなるから、うんうん、秋冬のこともちょっと早いかもだけど、近いじゃん、うんうん。では、2点目いきます。はい、2点目は、こちら、アーシーのサロペットで。軽すぎるよ。アーシーのサロペットになってるんですけども映んないですね。映んないですよね、これ。映り切ってないですね。いや、これは、私、あのずっと迷って買ってなかったんですよ。あ、これ去年もすごい人気のアイテムだったんですけど、うんうんうん、やっぱレジャー系増えるじゃないですか。いや、そうなのよ。これから増えた夏休みとか、これ釣りいいんじゃないです。確かにこれめっちゃいいね。結構ガチに出しそうだわ。結構ガチで合うよ。でこれのいいところはやっぱアーシーならでは撥水加工がされてるので、うんうんうん、やっぱ夏休みバーベキュー、川とか海とか行った時にね、もうこれにそう、うん、B さんでもうそのまま海入らないけどちょっと足元だけね、うん、涼さっとそうそう、さらっと履いていけるので、これはもう夏大活躍だなと思って、うん、でね、これの可愛い部分がここね、絞ると、うん、雨水みたいなシルエットになるで、めちゃくちゃ可愛い。カップ付きのキャミとか着てもヘルシーにナチュラルにしたいなってすごい思います。そう、レッスとかお好きな方、うん、おすすめ。いい、確かにレッスコーデもいい。なんかママさんとかもね、あ、おすすめしたいですね。めっちゃ楽だから。確かにこれはね、欲しいんだけど、うん、色を迷っておりまして。でもこれかなって思っちゃった、ね、黒かな。でもベージュもね、いや、そう、私ベージュ欲しいと思ったから。そう、なんかベージュってなかなかこういうサロペットないなと思って。ない。ベージュかわいいなと思って。あとそのくすみ系なのが落ち着いて見えてまたいいですよね。大人っぽいというか。うん、そうそうそう。で、これ、うん、裾部分がね、絞れる仕様になってるので、ね、ここ、もうなんか、まあ、ラフにも着れるし、こうキュッと結んで、リカバリーサンダルとか、それこそ合わせて革に行っても。うんうんうん、全然裾感とかも気にせずいけるのでおすすめです。はい、これが2点目です。2点目、はい、最後3点目はおい、ラスト、シャンパニックティピーのシアラグランティ。わー、かわいい。かわいい。これはあのね、かわいいんですよ。なんか3兄弟みたいな。これお揃いできたらシアグラン3兄弟。カラー配色がもう見た感じもかわいいです、うんうん、めっちゃかわいい。これね、カメラで見えてるかわかんないんですけど、私のは、ね、ピンクにネイビーブルーに、まあ、白、うん、これがベージュで、うん、スリーブ部分がオレンジ、オレンジ、うん、ブレーミの強いベージュと、うん、ベージュ袖がブラックですね、うん、そう、これも可愛い。なんでこれ選んだかというと、はい、やっぱ夏って、まあ、ノースリも着るけど、うん、結局シアーも袖物が1着2着ないときつい、うんうん、本当使えるんですよね。そうなんですよ。まだそれなんですが、全然暑さはね。そう。あ、すごい、それ通してた。もうね、着てる方が涼しい気がしてきた。そう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 。あのね、長袖って皆さん、夏に長袖っていう方、うん、たくさんいると思うんですけど、うん、割とシアーのロンティーとかの方が涼しい日あったりする。そう、あるんですよね。あの特に湿度高い日とかは、うん、ちょっとこれサラッとした素材の長袖物、うん、袖物があったらめっちゃいいです、うん、着心地がね、いいので。マコさん、この配色何色がいいんですかね。でもやっぱ黒かな、うん、こちらのマコさんっぽい。なんならもう10月ぐらいに着たい。その辺も大活躍、うん、そう、その辺もね、天気やばいですもんね、うん、黒とかで落ち着いたカラーを選ぶかな、うん、使えそう。これ欲しい。かわいいです。いいですね。ありがとうございます。以上、セールおすすめアイテム3選でございました。イエイ。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて。続いて。はい。ではラスト、私のセールおすすめアイテムご紹介します。お願いします。真ん中から。真ん中から選んでいただきたいと思います。いっちゃいましょう。は
こちらはラウンジドレスさんのリネンパンツになるんですけど、かわいい。そう、私ちょっとリネンパンツをって結構皆さんあんまり持ってないかなって。持ってないかも。まあ、確かに。そう、なんかベーシックにスラックスパンツとか、うん、デニムとか、うん、夏の定番アイテム、うん、なんか挑戦しやすいアイテムは多分もうすでに持ってるんじゃないかなっていうふうに思ったので、ちょっとまあ難易度が上がるリネンパンツを一つおすすめしたいなと思って、挑戦タイプだ、はい、持ってきました。かわいい。でもね、ベーシックなそれこそスラックスパンツとか普段着てるようなアイテムに変えて合わせてあげるだけでめちゃくちゃの雰囲気が変わるんですよね、うんうんうん、そう、なので簡単に取り入れやすいかなっていう、確かにアイテムを一つ持ってきました、うんうんうん、ワイドシルエットなので、私普段本当にスラックスパンツ履いてるコーデに、うん、これで変えてあげるだけで印象変わるかなと思ったので一つ持ってきました。でボトムスカルトめっちゃ雰囲気変わりますもんね。そうなんですよそうなんですよ。そうなんです。なんか新しい気持ちになれるので、うんうん、なんかそういったアイテムをセールで買うのめちゃくちゃおすすめだなと思って一つ持ってきました。まあ、ホワイトは持ってたら間違いないんじゃないかなとは思うんですけど、うんうん、3色とも使えるんですよね、これ。いや、これね、全部使えそうでも、うん、セールだからさ、多色がやりいや、確かに、うん、2色いっちゃいますか、これ。これからがもうメインみたいな感じなのに、ね、お得に買えるみたいな。それこそ私はね、リネンパンツを持ってなって意味だったので、うんうん、そう、なんかセールアイテムで一つ欲しいなって思ったので一つ、うん、できました。めっちゃいい。そう、でも履いた感じもすごい涼しくて、あ、そうね、大事だよな、それは、うん、めっちゃおすすめ。え、一個言っていい？はい、どうぞ。リネンパンツって結構イージーパンツが多いから、はい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 、ベルトループね、ついてないことが多いんですけど、ね、確かについてる、ついてるから、これまこつさんにとってはすごい高いポイントですよ、ここ。めっちゃもう20点超えちゃうか。超えちゃった。嬉しい。ここあるのいいですよね、うん、はい、では2点目、ラルータのワンピース。すごいねワンピースです。消えちゃったはい、もう今期ね、ラルータ何度も何度も登場。お世話になっております。お世話になっております。本当にこれね、カップ付きなのよ。そうなんだよね、ついてるんだ。そう、カップ付きなので本当に買い足しにめっちゃおすすめだなと思って、うん、ゲット持ってきました買ったもう購入品紹介になってるやばいでもこのカップもね、取り外しが、うん、そうなんだ。そう、可能なので、もしなんか不安だなって方は全然もう押したいいんだね、うん、インナー着ちゃって、うん、着ていただくのもおすすめなんですけど、うん、まあ、それこそまこつさんがさっきサロペット紹介してたじゃないですか、うんうん、もうそういう感覚で使えるなっていう風に思ったので、うんうん、持ってきました。みんなやっぱ1枚着は1人1個ありますね。ね、みんな、うん、外せない、うん、夏は。夏はね、そうですね。そうそうそう、すごいすごい今思ったより3倍伸びましたね。そう、いや、そこが結構ポイントだなと思って、うん、もう楽ちんにおしゃれ見えするっていうのがななみの、すごいやばいですよね。ななみさんどうやって着たいんですか。いや、私はでももう今日着るようにビスチェとか、うんうんうん、なんかキャミを合わせたいですね、うん、上からレイヤードしてよりおしゃれな印象に仕上げられるかなと思います。でも色が結構これあったんだよね、黒となんかオレンジみたいなのも。そう、でも多分その色が結構他に人気だったから。いや、そうだよね。そう、セールアイテムは何度も言いますが、もうお早い。いや、本当に時間とも、はい、もう本当にブラックとブラウンだ、はい、三色展開だったんですけども、ブラックがもう完売しちゃってそうなので、ベージュとブラウン、お急ぎください。お急ぎくださいではまあ、皆さんすごい気になっているのではないでしょうか、はい、こちらの素晴らしいカラー展開。はい、ということで最後はルルさんでニットタイトスカートかな、ニットなのかな、うん、ニットだ、なります。スカートだったらね、はい、カラーバリーがもう7色やばいってすごすぎる。すごいその中でも私は、ホワイト、おすすめです。かわいい、間違いない。そう、これニットスカートも、うん、
夏一個持ってたら、うん、結構コーデのバリエーション増えるかなと思って使えるんですよね。一つ持ってきました、うん、まあシンプルに、うん、もう T シャツにこれでも可愛いかなとは思うんですけど、まあ、それこそさっきご紹介してたシアーアイテムだったりとか、うんうん、2セットのビスチェだったりとかね、うん、何でも合うんですよね。使えるね、これは本当に。それがいいなと思いまして一つ持ってきました。まあ、でも私はちょっとチュニック丈ぐらいのトップスで、あ、合わせたいなって思ってて、うんうんうん、いい、なんかちょうど腰回りが隠れるようなトップス、絶対皆さん一つは持ってると思うので、そのアイテムに合わせてほしいなと思います、うんうん、これまたね感動してるのよ。もうね、そうね、見えてる、うん、分かってるわ、これは分かってます、見えてるから。そう、なんかもうセールっぽくないアイテムを結構揃えちゃったかもしれないです、うんうん、私今回揃えちゃった、揃えちゃった、はい、その理由を一つ私あも申してもいい、よろしいですか。申します、お願いします。ニットスカートってここのウエスト部分、はい、リブになりがち。そうですね、リブじゃないです、はい、めちゃめちゃ綺麗、高見えポイント1。そうですね、はい、でも総ゴムなんで楽、あ、とっても楽ちんですね。ノービル楽ちん、はい、ナナミのテーマだ、はい、そしてまあこれシルエットがね綺麗、そう、ほんとストーンと綺麗に落ちるアイテムなので、うん、スタイルアップ効果も抜群かなと思います。いや間違いない、高見えポイント2です。はい、高見えポイント2です、シルエット、はい、シルエット、はい、そして最後はやはり、はい、後ろのスリットですよ。このキラキラ飽きすぎなのよ。でそれが開いちゃうからね、歩きやすいしね、歩きやすさもあるんですけど、女性らしく見えるポイント、うんうん、なので、そこがすごい高級感がしてくれます、ねうん、後ろ姿で語っちゃうのね、もう語っちゃってください、皆さん。夏コーデにね、うん、1個あると多分本当使えるんじゃないかなって、うん、思いました。じゃあという3点でございます、はい、最後はカラフルで、はい、お届けしました。お届けしました。はい、3人それぞれ3アイテムね、セールでおすすめするアイテムをご紹介しました。ぜひ皆さんがときめくものをこのセールで、うん、あったかな、何か気になるもの、ね、決めてくれたかな、うん、あ、パルクローゼットでもね、デッサーサマーセールが行ってるので、ぜひ概要欄から見てください。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。